まです。あさみです。みなりんです。みです。ゆうちゃんです。よろしくお願いします。今回は私たちのお悩み相談ということで、はい、東大卒のムンロおじさんに来ていただいてます。イエーイ。ボンジュー。ボンジュー。高身長、高学歴、高青年の三冠ムンロおじです。前回のはですね、はい、ちょっとドッキリでされた、冷ましちゃいましたけどもね。今回は、ちょっと趣向を変えてですね、1人ずつワンオラクルってね、1枚のカードで占う。なんとね、これムンロカードっていうのがありましてね、ほら、あの死神とか出てるやつだけど、あの顔がムンド、かわいい、ムンドの顔してかわいい。ムンドのヌード、初ヌード。脱げたすごいのよ。ちょっとその笑い方何よ。なんか見下された。死神ではない。今がね、星星星さあ見下された感じだわ。さあ、それでは、ね、皆さんの一人ずつをね、この22枚の大アルカナって強いカードから1枚引くワンオラクルというね、カードでね、誰かどうなりましょうか。今回はあのじゃんけんをして4人が勝ったんで、この4人を見てもらおうかなと。4人ね。じゃあこっちから左からね。じゃあ大鳥大丈夫？はい、いいカード出してよ。はい、出します。話が閉まらないと困るから。確かに、確かに。じゃあ、お名前は川地ゆき子です。川地さん、はい、川地さんからですね、この中からですね、気になるカードを1枚選んで。ドキドキする。そうね、まあじゃあ全体的に2020年にしましょうね。そうですね、朝か。自分で選ぶんやもんな、ね、これこれ。おさあ、よっこらっしょ。え、なに？あら、これはね、皇后様、教会のトップの人で、修道だ、あの、あれ、教会の一番上の聖職者ね、皇后。この間ね、ローマ皇様がいらっしゃいましたけど、これはね、弱い人に手を差し伸べる男性なんですよ。弱い人に手を差し伸べる、慈悲深い心優しい男性がなんか絡む。これ？違う、こっち。慈悲深い男性？恋人いるの？いいの？いないいたらこんなことできないね。今年、その例えばその男性絡みの何かがあると。そうそうそう、絡み、絡み、男性絡みで、一つは、まあ、恋愛、それだったらすごく優しい、心広い男性。もう一つは、仕事、まあ、これともう一枚、皇帝っていうのがあるんですけど、皇帝みたいになんかリーダーシップがあってどんどん引っ張っていくよりはなんか優しく見守って道を示してくれるような、そういう男性だったり、もしくはその、まあ、仕事と恋愛のちょっと間のやる友人的な感じでいろいろとアドバイスしてくれたり、あの人脈をつなげてくれたりとか、そういうなんかね、男性なんですごく心の広い人。へー、あれ男が出ましたね。あらー、誰だ、要注意、要注意、要注意とか言って。でも優しい人だといいんだね。さあ、じゃあ次。お、はい、みなちゃん、はい、まあじゃあ、2020年の金運にしましょうかね。おー、いいっすね。そう、まあ仕事はもう決まってるから、それから金運だね。金運ってでも結局仕事と絡んでる感じしますよね。そう、そういうことだね。じゃあ同じようにこの中から気になるから1枚選んでください。じゃあこれ、これ、これ、はい、よくらっしょ。あ、かわいい、かわいい、愚か者だって。いい感じ。ザ・フール。どういうこと？これはね、0番のほら、0ってカードね、これ数字が0、愚か者、愚者っていうんですけども、これは未知の世界に飛び込んでいく無邪気な冒険家で、チャレンジ精神が旺盛で、どんどん新しいものに、ね、開拓していく。ゼロだから、まあ、成功するとも失敗するともまだ分からない状態なんですけど、新しいことにチャレンジせよとかね、恐れずに進めとか。いいやん、いいじゃん、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいい、まあ、引っ越しもいいし、いい、新しい環境を変えるのもいいし、もう新しいこと、特に習い事とかも始めたり、全然自分が今まで興味なかったものとか、そういうのを言ってたりするし、いいカードですよ。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。
名前は稲田みなみです。みなみさん、はい、このまたグループのグループの運命をね、はい、あの見てみましょうね、はい、じゃあリーダーとしてね、はい、1枚カードを選んで、はい、これで、これ、はい、よっこらしょっと、あっ、逆、いやいやいや、悪魔、悪魔、え、悪魔、悪魔です、これ正しい位置だね。じゃあ正しい逆ないかね。まあさっきも出てたんだけど、あのね、前回のやつでも悪魔というのは、あなたが悪魔ではなくて、あなたはこの下の人間で、悪魔に、そう、囚われてる、やば、囚われてる、心の弱さ、ね、に、し、悪魔というのは忍び込んで、その人を囲い込んで堕落させていくんですけども、うん、例えばタバコを吸う人がね、体に悪いって分かっててもついついやめれないように、うん、本当はいてはいけないけど、つい居心地がいいからそこに甘んじてしまう、であのズルズルとズルズルと、これズルズルと、うん、リーダーは何年、それこそ最初からなの、最初からいます、うんうんうん、やっぱりまとめていかないといけないから、そこら辺をうまくね、そこももう一つあると思うし、まあ、このツアーに向けて頑張んなさいっていうのもあると思いますけど、まあ頑張るとその解き放たれて自由になるっていうカードなんで、まあちょっと今ね、あのグダグダしてる感じかな、頑張ってください、頑張ります、はい、すごい悪いカードも出る ね、じゃあ悪いのがね、最後どうなるんだろうね、大丈夫です、はい、お名前は、あ、清瀬ゆうきです、ゆうきさん、はい、はい、それでは2020年の運気についてね、はい、見てみましょうね、さあ、どうぞ、1枚これ、ん、こっち、はい、はい、これね、よいしょ、おお、あれ、同じだ、と一緒だ、あれ、あれ、コウ君と一緒だ、ほんとだ、どうするの、いいね、いやいや、二箱なんで、違う違う違う、こう考えればいいんだよ、この星人はクルーです、あ、クルーか、あーあ、優しい人、クルーが優しい、またうまくまとめるねでも多分ね、皆さんがのこうファンってこんな人たちかもしれないです、ね、まあ、優しいです、皆さんはそのクルーが恋人みたいなもん、そうですよ、いやでもなんかね、なんかちょっとでもより不安なんだけど、確かにみなりなんかあまりいいカードじゃなかったです、そうタロットってね、やっぱりいいカードとさっき言った悪いカードが、まあ大体3分の1ぐらい悪いカード入ってるんですけど、悪いカードっていうのはね、やっぱりまあ見たらちょっとえっと思うけど、逆を言うといいカードはいいねだから、悪いカードの方が本当は言うとメッセージが強くて、要は心して書かなきゃいけないってことなんですよ、だからそういう気づきをさせてくれるっていう意味ではいいカードっていうか、そう、そう、そこを自分が気づかないものをカードが言ってくれるんで、そういう意味ではね、あの占うっていう立場からしたら悪いカードというか、そういうカードを引いた方が占いがいがあるというか、こうやって22枚の中から1枚を選ぶワンオラクルっていうんですけども、実はね、この王子カードですね、占えるんですよ、皆さんも。でね、サンケイスポーツのウェブサイトがありまして、はい、うん、サンスポコム、ね、ムンロー王子の館っていう、占う建物って書いて、館って読むんですけど、ムンロー王子の館、そこで毎日占いできるんで、皆さんも。1日に3回も4回もダメだよ、いいカードが出るまでとか、サンスポコムね、占い、ムンロー王子の占い館です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで今日はタロット占いやっていただきました。皆さんもぜひやってみてください。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上、しゃべちゃんでした。バイバーイ。